アビガンに続き、えー、デムデシビルも承認、えー、が通りました。またアビガンはちょっと承、ま、認、あ、まで通ってないんですけども、す、え、で、ー、にデムデシビルは承認が通り、そしてですね、えーと、添付文書といった薬の説明書、日本向けのものも、えー、出ております。 で今回はねその話と違うんですけども違ったお薬になるんですけども新型コロナウイルスの新薬としてですね、えー、抗寄生虫薬イベルメクチンというお薬がついに治験開催されたといった情報が入っておりますので話したいと思いますこのイベルメクチンなんですけども、えー、深夜の以前の動画でですね基礎研究の話をしたと思いますのでそこからもうちょっともう忘れられた話もあるかもしれないのでもう一回振り返って話したいと思います えー、これはですね、まあ、のそもそも深夜が最初に見つけたのはオーストラリアの大学の研究グループからの報告でありました、えー、既存の寄生虫治療剤イベルメクチンを投与したらこれは試験管内の、えー、と新型コロナウイルスが48時間以内に増殖しなくなったといった報告でありました、えー、このことをですねさらに深掘りすると えー、ベロ細胞というアフリカの緑ルの腎臓由来の細胞を、えー、新型コロナウイルスに、まあ、あの感染させて実験をまず、えー、実施しましたどういうふうにやるかといいますとこれウイルスに時間ほどたらして感染させたと実験用の細胞を作ったといったことになります、えー、この細胞にですね、えー、と1回の、えー、とイベルメグチンの投与で ウイルスの増殖を抑制することを確認したということであります何度ですね48時間以内のウイルスの99.8%が減少したといったデータが上がってきましたこの薬はですね2015年にノービル生理学医学賞を受賞された北里大学の大村聡先生が発見した菌から開発された薬です えー、日本でもですね、えーと、実際の商品名はスクロメクトールという商品名の名前、商品名ですね、苦中薬として承認がすでに通っているものであります。で、薬局に勤めていらっしゃる先生で、こうスクロメクトールの処方をですねあの、見たことがあるっていう方はそんなにいないんじゃないのかなと思います。という申しますのは、もともとですね、えーと、この苦中薬によるこの感染症は、どちらかというと熱帯地域ですね。 のまあ、国々で結構流行っている感染症ですので、えーまあ、日本はそこまで暑くないという、まあ、気候柄的な問題もありましてそこまで処方ととしてては出されてないと思いな思ます私もですね、まあ、あの今までかつて何回か本当数回ぐらいしか処方としては見たことがないのであの、まあ、扱ったことある先生もそれほどまでいないんじゃないのかなと思います。 えー、そこでですね、あの前回の動画でも申し上げてますけども、えー、このスクロメクトールはですね、えーと、実際の新型コロナウイルスに対しての、まあ、臨床として使えるかどうかっていうポイントになるのは4つ挙げました。あの実際ですね、基礎研究では、まあ、あの効果があったんだけど臨床に使えるかどうかというのが第1点目、あと第2点目としては、えー、新型コロナの用の重篤肺炎、ここをしっかり抑えることができるかというところ。 えー、もう一つの3点目としては、えー、新型コロナウイルスですね、発言時間、最後の発言時間というのは、どの問題とかは、どのどううような問題があるのかとかいう問題、えー、とと4番目としては、この投与量ですね、これは駆逐薬と、時に使われていた投与量と同じいけるのか、それとも,もう少し量を増やさなくちゃいけないのか、といったことのポイント4つあるのではないのかなということを話させてもらってました。 えー、そこでですね、えー、と実際にあったあのデータの話になるんですけども、えー、新型コロナの患者の約1400人を対象としたアメリカのユタ州の大学の研究によりますと、えー、このイベルメクチンの治療を受けた患者さん700名と、受けていない患者さん700名との、まあ、死亡率ですね、の比較をした報告が上がっています。で えっと、別の治療を受けたあのイベルメクチンじゃない別の治療を受けた患者さん約700名の死亡率が8.5%でイベルメクチンを投与された患者さん約700名の場合は約1.4%ということで死亡率は約6分以上ほど縮まっているといった報告が上がっています、えー、こういったね数字数字出たものを比較するしたことでですね 杉谷が先ほど言ったポイント1から4番のポイント1のですね、えー、と基礎研究の話が臨床に使えるかどうかってっ話なんですけども実際の臨床に使う可能性は非常に高いかなということで思われるのでさらにですねこれの効果ですねいわゆる目口の効果が確率かどうかをさらに研究するためにも治験が行われるようになったと思われます。えー、なおですね トイレの話がポイント4番に挙げていたと思うんですけど、トイレについてもですね、先ほど言った1400名の患者さん、新コロナに感染された患者さんに確かめたトイレがですね、実際の駆逐薬に用いられているトイレとほぼ同じであったということなので、えー、そのままの量でおりですね、えー、今回の新型コロナウイルスに対しても、それとして使えるんじゃないかということ。で、 他のですね、えー、とポイントのところもですねあとまあ検討された部分も含めてですねこの治験のところでしっかり検討されていくんじゃないのかなと思います、えー、先ほど言った1から4のポイントそこをですね今回の北里大学が、えー、イベロメクチンを新型コロナウイルス感染症治療剤として承認を目指す治験をですね実施するということを明言明確に発表されたということで まあ、とても嬉しい話であります。で、あの冒頭で言いました、アビガン、デムレシビルといったもの,のね続きですね、えー、と今回、イベルメクチンだいったお薬がですね、新型コロナウイルス感染症に効果が出るものに、としてですね、今後期待したいところであります。でただしですね、今あの、実際にちょっと懸念されている材料として一つあるのがですね、 実際にこれ治験がある程度こうあのしっかりデータが出てこれ薬で使えるぞってなってもですねこのイベルメクチンの原料がですね中国に依存している部分があ,のあるという話ですので実際の供いずれにしましょうそこものの体制供給体制をどうするかという問題は残ってますけどもまずですね先に治験をしっかり、えー、していただいて。 えー、このイベルメクチンの効果が分かれば、えー、そこは一つ明るい未来が見られるといったところに新案としてはすごく期待ができるんじゃないのかなと思います、えー、ご清聴ありがとうございました、えー、この動画をご覧になられてよかった点があれば高評価チャンネル登録してくだされば今後のですね動画作成の励みになります動画皆さんよろしくお願いいたしますそれでは失礼いたします